多摩市の中学・就学相談についてご説明いたします。就学相談は、多摩市立教育センター特別支援教育マネジメントチームが担当させていただきます。保護者の方やお子さんにご対応させていただくスタッフは、署員、教職経験者と相談員、心理師となります。 この動画は前半に、小学校と同じ学級種別への修学を希望する方への説明となります。動画の後半では、小学校と異なる学級種別への修学を希望、検討する方への説明となります。なお、身体的理由等により、小学校の修学についてご相談を希望の方、その他、 特別な事情により、ご相談を希望する方は、発達、教育、初回相談窓口へご連絡ください。まず、小学校と同じ学級種別への就学を希望する方について、就学相談の流れをご説明いたします。例えば、小学校で特別支援教室に在籍しており、 中学校でも引き続き特別支援教室の利用を希望する等の方は、こちらの流れに沿って進めさせていただきます。小学校と異なる学級種別への就学を希望または検討されている方は、16ページからのスライドをご覧ください。就学相談の 流れをご説明いたします。就学相談は大きく分けると4つの過程で行います。1、初期相談。2、就学支援委員会。3、就学先の決定。4、就学先決定後の相談です。各内容についてご説明させていただきます。 の初期相談では3つのことを行います。1つ目は知能検査です。就学相談では検査結果の提出が必要です。必要に応じて知能検査を実施いたします。検査の重複実施はできません。他期間で実施済み、または実施予定の検査がありましたら、検査名をご確認の上、 必ずお知らせください。二つ目は学校見学です。保護者の方に特別支援学級合同見学会や学校公開などにご参加いただきます。お子さんには特別支援学級の個別見学をご案内します。特別支援教室を希望される方は動画をご視聴ください。 三つ目は書類提出です。必要書類を二回に分けてご提出いただきます。就学支援委員会は9月頃から開催の予定です。必要書類を二回に分けて提出してください。一回目は5月20日から6月18日です。中学 修学相談表、中学修学相談確認表、行動観察記録をご提出ください。2回目は7月22日から8月6日です。1回目の書類提出時に2回目の提出日を決定します。修学以降確認表、 医師診察記録、検査結果報告書をご提出ください。このとき、書類内容の聞き取り、確認を行います。医師診察記録、検査結果報告書は、可能であれば1回目にご提出ください。申請書類の様式や受け取り方法等、詳細は、 多摩市の中学就学相談の申し込み方法の動画をご覧ください。続いて、2の就学支援委員会について説明いたします。保護者やご本人の就学意向が決まってから、就学支援委員会を行います。就学支援委員会では、 本人の教育的ニーズ、保護者の意見を共有し、医学、教育学、心理学の専門家により、お子さんの適切な教育の場について審議を行います。審議の内容として、通常の学級、特別支援教室、特別支援学級の学級種別を審議します。 修学する学校の審議はしません。なお、審議結果が継続した相談となることがあります。その場合は、担当相談員との相談を経て、再度、修学支援委員会で審議を行います。審議結果は、修学支援委員会から2週間程度で文書にて通知いたします。 3は、就学先の決定です。就学支援委員会の審議内容についてお知らせし、ご意向を確認いたします。審議の結果、小学校と同じ学級種別となった方は、保護者やご本人の意向確認後、教育委員会で総合判断と就学先決定を行います。 2週間程度で総合判断結果を文書にて通知いたします。審議の結果、継続した相談となった方は、ご連絡させていただき、就学相談の継続をお勧めいたします。継続相談を希望された場合は、就学支援委員会で改めて審議し、その後、総合判断を行います。 4は、就学先決定後の相談です。まず、小学校と同じ学級種別となり、総合判断を行った方の、就学先決定後の相談についてお話しします。お子さんの情報を学校に引き継ぐための、就学支援ファイルを作成します。就学支援ファイルは、保護者の了解のもと、 就学先に提供します。就学支援ファイルの控えは保護者にもお渡しします。継続した相談では、この動画の後半16スライド以降で説明する、異なる学級種別を希望する方と同様の流れで相談を進めていきます。具体的には、保護者との面談、 追加の検査の実施、教育センターでの行動観察会を行い、改めて就学支援委員会で議論します。保護者の特別支援学級合同見学会や学校公開等への参加、お子さんの特別支援学級の体験、見学の実施を行います。就学支援委員会は、 相談の進捗状況を踏まえて、9月から12月に行われ、審議結果は、就学支援委員会から2週間程度で、文書にて通知いたします。最後に、就学相談にお申し込みいただくにあたって、ご承知をお聞きいただきたいことがあります。再度のご案内になりますが、 特別支援教育マネジメントチームの開出時間は記載のとおりです。土曜日はお電話や書類の受理のみとさせていただいており、基本的に面談は行っておりません。面談は原則平日の月曜日から金曜日に行いますのでご了承ください。面談回数はお申し込みから 翌年の3月までで保護者の方お子さんともに1回程度ですが個人差がありますまた学校公開日は土曜日に行われる場合もありますが特別支援学級合同見学会は平日の開催となります大切なお子さんの将来の自立と社会参加の実現に向け 必要な情報を必要な時期に伝えさせていただきその上でお子さんの就学先の希望をお考えいただくために保護者との面談を大切にしていますご協力のほどよろしくお願いします就学相談の申し込み締め切りは7月31日となっています 就学支援委員会の最終日程が12月下旬となっており、それまでに保護者の方と相談させていただく時間を十分に取らせていただきたいと考えております。早めのお申し込みをお勧めいたします。先ほどご説明した就学支援ファイルは、就学相談を受けたお子さんが、 対象となりますが、就学支援シートは、就学を控えたお子さん全員が対象となっています。保護者の方に直接ご記入いただいたり、担任の先生などにご記入をお願いしたりすることができます。就学相談へのお申し込みが必要ではない方も、就学支援シートの提出をされることで、 早い段階から収学先に情報をつなげることができます。就学支援シートはクラス担任から11月頃に希望表が配布される予定です。希望表を担任へ提出して、就学支援シートをお受け取りください。1月から2月に行われる新入学、 保護者説明会にて、中学校にご提出ください。ご家庭や在籍校、療育機関などでの支援内容や配慮事項を中学校へ引き継ぎ、学校生活に生かすために作成します。保護者のご希望があれば、就学支援シートをもとに、就学先の中学校と、 入学前に面談もできます。ぜひご活用ください。ここからは、小学校と異なる学級種別への修学を希望する方、小学校と同じ学級種別への修学について検討されている方についての修学相談の流れを説明します。例えば、通常の学級で 特別支援教室を利用している方で、中学校では自閉症、情緒障害特別支援学級での支援を希望する、あるいはどちらがいいか迷っていて検討したい方等、小学校と異なる学級種別を希望、検討される方は、次の流れに沿って進めさせていただきます。就学相談の 流れをご説明いたします。就学相談は大きく分けると4つの過程で行います。1、初期相談。2、就学支援委員会。3、就学先の決定。4、就学先決定後の相談です。各内容についてご説明させていただきます。 1の初期相談では4つのことを行います。1つ目は面談です。担当相談員が保護者の方と面談をさせていただきます。2つ目は学校見学です。保護者の方に特別支援学級合同見学会や学校公開などにご参加いただきます。3つ目は 行動観察です担当相談員がお子さんの在籍校へ伺い、行動観察や聞き取りを行います。四つ目は、発達・知能検査です。就学相談では、検査結果の提出が必要です。必要に応じて、発達検査や知能検査を実施いたします。 検査の重複実施はできません。多機関で実施済み、または実施予定の検査がありましたら、検査名をご確認の上、必ずお知らせください。続いて、3の就学支援委員会について説明いたします。保護者やご本人の就学意向が決まってから、 修学支援委員会を行います。修学支援委員会では、本人の教育的ニーズ、保護者の意見を共有し、医学、教育学、心理学の専門家により、お子さんの適切な教育の場について、総合的に審議します。審議の内容として、通常の学級、 特別支援教室、特別支援学級、特別支援学校の学級種別を審議します。就学する学校の審議はしません。審議結果は、就学支援委員会から2週間程度で、文書にて通知いたします。続いて、 3の就学先の決定までの手続きです。審議結果通知到着後、担当相談員よりご連絡し、就学支援委員会の審議の内容についてお知らせします。その上で、保護者の就学先の意向を確認いたします。保護者の方の意向確認後、教育委員会で 総合判断と就学先の決定を行います。総合判断、就学先の決定後、2週間程度で総合判断結果を文書にて通知いたします。最後に、4の就学先決定後の相談についてです。お子さんの情報を学校に引き継ぐための 就学支援ファイルを作成します。就学支援ファイルは保護者の了解のもと、就学先に提供します。なお、就学後の相談継続が必要な場合は、フォローアップ相談をご案内します。最後に、就学相談にお申し込みいただくにあたって、ご承知をおきいただきたいことがあります。 再度のご案内になりますが、特別支援教育マネジメントチームの開出時間は記載の通りです。土曜日はお電話や書類の受理のみとさせていただいており、基本的に面談は行っておりません。面談は原則平日の月曜日から金曜日に行いますので、 ご了承ください。面談回数はお申し込みから翌年の3月までで、保護者の方が平均5回程度、お子さんは平均2回程度ですが、個人差があります。また、学校公開日は土曜日に行われる場合もありますが、特別支援学級、 合同見学会は平日の開催となります。大切なお子さんの将来の自立と社会参加の実現に向け、必要な情報を必要な時期に伝えさせていただき、その上でお子さんの就学先の希望をお考えいただくために、保護者との面談を大切にしています。ご協力のほど、 よろしくお願いします。就学相談の申し込み締め切りは7月31日となっています。就学支援委員会の最終日程が12月下旬となっており、それまでに保護者の方と相談させていただく時間を十分に取らせていただきたいと考えております。 早めのお申し込みをおすすめいたします先ほどご説明した就学支援ファイルは就学相談を受けたお子さんが対象となりますが就学支援シートは就学を控えたお子さん全員が対象となっています保護者の方に直接ご記入いただいたり 担任の先生などにご記入をお願いしたりすることができます。就学相談へのお申し込みが必要ではない方も、就学支援シートの提出をされることで、早い段階から就学先に情報をつなげることができます。就学支援シートは、クラス担任から 11月頃に希望表が配布される予定です。希望表を担任へ提出して、就学支援シートをお受け取りください。1月から2月に行われる新入学保護者説明会にて、中学校にご提出ください。ご家庭や在籍校、療育機関などでの支援内容や、 配慮事項を中学校へ引き継ぎ、学校生活に活かすために作成します。保護者のご希望があれば、就学支援シートをもとに、就学先の中学校と入学前に面談もできます。ぜひご活用ください。